こんにちは。今日から始める安心着物、着物楽庵児玉です。ここのところいろいろな産地の、日本全国の、産地の着物を紹介するのを、させていただけるんですけども、その中でも今回は沖縄のもので、琉球の、貴族家の芭蕉布といって、沖縄の代表的な暑い時の、着物ですね。で、もともとこの芭蕉布というのは、野良着として、発達したものなんで、仕立て方が、本来は、今の私たちが着てるような着物の仕立て方よりも、もう膝下ぐらいのちょっと短いもので、でこう軽く打ち合わせをするだけで、であとは紐を結んで、着用するという、本当に簡単な簡素な、着物の着方をもともとしたものなんですね。でその中でも代表的な、織子さんっていうか、芭蕉を育てるところからして、で芭蕉の糸を取って、で織ることをしていた、有名な、平良敏子さんという方が、人間国宝でいらっしゃったんですけど、つい先日、ちょっと101歳でお亡くなりになったということで、惜しい方を、亡くした、本当芭蕉布を、なんていうんですかね、沖縄に再現したというか、沖縄だから戦争の被害があって、そうした時に、割とそういう織物なんか捨てられないというので、で結構沖縄の着物の文化っていうのは一度瓶型にしても何にしても途絶えてしまったことが多いんですね。でそうした、織子さんたちは、山陰の方の、大きな、紡績工場なんかに働きに出ていたという実態があるんですけど、その中でも早く沖縄に、戻って、芭蕉の、糸作りから始めて、織ることを、された平良敏子さんという、本当第一人者の方だったんですけど、で、そうしたものの中で今日ちょっとご説明するのは、まずはこうした木尺地ですね。これは単幅も若干あって、こういう沖縄の琉球藍で、芭蕉を染めてあるので、こういう、アップするとこんな感じのちょっと格子状の、こういうした感じのものなんですけど、ちょっと透けて見えにくいので、ちょっと下に置いてみましたけども、こんな感じのもので、で今お話したように、こうしたね、格子状の細かい、もので、こうした、木尺地ですね。なので先ほどもお話したように、こうしたものを、今の着物みたいな仕立て方をするんではなくて、もう本当に膝下ぐらいの、短い、そして打ち合わせも、浅い、
仕立て方をして、で野良着として、ざっくりと着るという感じなんですね。でそれと、まあ、代表的なので、まあ、浅さといってこういうセミですね、まあ、こうした、まあ、沖縄の言葉でセミのことを浅さというらしいですけど、まあ、こうした、ね、セミの柄が入った、まあ、こうした感じの帯ですね。まあ、こんなのも、まあ、あの非常にこう芭蕉布の中では代表的な、柄で、よくね、ちょっと本なんかとかネットで検索すると必ず出てくるのがこういう浅さという、まあ、セミの、柄ですね。まあ、こんな感じで、うちもね、ちょっといいのがあれば、値段的に、まあ、お値打ちだったら、入手しておこうというふうに思って、入れてるんですけど、まあ、それでも結構たまに売れていくので、今在庫として持ってるのはこんな感じのもので、まあ先ほどもお話ししましたけど、もうちょっとねなくなってしまったので、ちょっと値段は少し高騰してるらしいですけど、どうしても今そういうしたその職人さんとか織子さんっていうのが皆さんかなり高齢で、ね、かなりこう第一人者でやってられた方が皆さん、90とか、100近いとかいう方が多いですので、まあ、これからもっともっとこう少なくなっていってしまうんだろうなというふうに思うんですけども、まあ何か、ちょっと着物好きの方でしたら、ちょっとご覧になりたいだろうなというふうに思いまして、本日は喜如花の、芭蕉布、芭蕉という、バナナの木みたいな、ものですね、それの、繊維を取って、織物にした、ですので、非常にこう触るとちょっと麻のような、まあ、ちょっとザラザラした、感じですねのもので、でもこう糸質はとてもこう細い繊維なんで、つるっとしたつるつるとすべすべしたとした、糸っていうのが、独特の風合いの、ものなんですけれども、喜如花の芭蕉布について、本日は説明させていただきました。ということで本日も以上、ありがとうございました。